比較スバル新型 WRX-S4V-SVW ゴルフ GTI どっちが買い？徹底比較、渡辺陽一郎222。新型 WRX-S4V-S ゴルフ GTI 動力性能ドライビング対決。エンジンは新型 WRX-S4 が水平対向4気筒の2リッターターボで、最高出力は 300PS、5600RPM、最大トルクは 40.8 クグム、2000ケラ 4800RPM。対するゴルフ GTI は直列4気筒の2リッターターボで 220PS、4500ケラ 6200RPM、35.7 クグム、500からケラ 400RPM。車両重量は、新型 WRX-S4 が 4WD の採用によって 1540kg と重く、ゴルフ GTI は 1390kg に収まるが、加速力が優れているのは新型 WRX-S4 だ。幅広い回転域で4リッター並みの動力性能が発揮され、従来型レガシが搭載した同系エンジンに比べてターボの癖を抑えており運転がしやすい。ただし、運転する楽しさとなると、互角だろう。ゴルフ GTI のエンジンは、新型 WRX-S4 に比べて高回転域の吹き上がりが機敏に感じられ、アットモ DSG でいう段式の6速だからだ。新型 WRX-S4 もステップ変速制御を採用するが、あくまでも CVT。そして CVT は本来、効率の良い回転域を使い続けられるのがメリットであるから、加速性能を競えば、ステップ変速制御がデメリットに作用する場合もある。これらの点から考えると、新型 WRX-S4 は性能重視。ゴルフ GTI は運転の楽しさに重点を置いた設定と言えるだろう。このエンジンの指向性と同様のことが、操舵感や走行安定性にも当てはまる。新型 WRX-S4 は 4WD の採用も活かして走行安定性を重視した。後輪の接地性を最優先させた上で、車両がハンドルの操舵角に対して正確に向きを変え、内側に向けやすい。適度な警戒感も伴い、走行安定性と機敏性のバランスは日本車のナンバーワンと言ってもオーバーではない。この特徴を明確に感じ取れるのは、ビルシュタイン製のショックアブソーバーを備えた WRX-S4 グトシュアイサイトだ。一方、ゴルフ GTI はベーシックなゴルフに比べるとハンドルの切れがかなり鋭い。新型 WRX-S4 は従来のスバル車のバランスの取れたセッティングを発展させた印象だが、
ゴルフ GTI ではベース車とは異なり、ドライバーを楽しませようという意図を強く感じる。のち輪の接地性が下がることはないが、操舵感はダイレクトでよく曲がる。バランス型の新型 WRX-S4 を基準に考えると、ゴルフ GTI はスポーティーで若々しいとも言えるし、別の見方をすれば少し子供っぽい。乗り心地は、街中では新型 WRX-S4 が快適だ。ゴルフ GTI は少し硬めだが、重厚感が伴って不快な印象はない。両車ともにスポーティーカーとして、適度な引き締まり、感のある乗り、心地に仕上げられている。新型 WRX-S4VS ゴルフ GTI 燃費装備価格対決。 JC08 モード燃費は新型 WRX-S4 が 13.2 クムル、ゴルフ GTI は 15.9 クムル。ゴルフ GTI は前輪駆動の 2WD でボディが軽く、なおかつアイドリングストップも装着されるので燃費性能が優れている。安全装備については、両車とも衝突回避の支援機能を備える。新型 WRX-S4 はカメラ方式のアイサイトバージョン3、ゴルフ GTI はミリ波レーダーを使ったプリクラッシュブレーキシステムだ。並走する側肩車両との接触を防止する機能は今のところ両車とも設定していない。快適装備は、新型 WRX-S4 には、運転席と助手席の電動調節機能や、18インチアルミホイールが標準装着され、ゴルフ GTI には CD オーディオが備わる。車両価格は新型 WRX-S4 の25トシュアイサイトが、356万4000円、ゴルフ GTI が383万3000円だ。新型 WRX-S4 の動力性能が勝り、なおかつセンターデフを使った VTD 式オッド 4WD を搭載することも考えると、走行性能を含めた機能と価格のバランスでは WRX-S4 が快適と判断できる。一方、運転して面白い、楽しいと感じるのはどちらかと問われればゴルフ GTI だ。ベース車のゴルフなどに見られる VW の堅実な車作りとは指向性が異なり、少し無理をしているというか演出の仕方が鼻につくところはある。その意味では新型 WRX-S4 が自然だが、演出が過剰でもバランスを崩さず、スポーティ感覚を満喫できるのはゴルフの懐の深さだろう。個人的にはどうだろうか。今の仕事で使うことも考えると、理屈の上では WRX-S4 が適している。だが、
車好きの感情がゴルフ GTI にしようぜ、とわめいている。本校を書いていたら、本当にどちらかを買いたい気分になってきました。